大統領府コントロールセンター、もしかしてこの先に。アンブッシュして制圧するつもりはなかったが、キンケイド補佐官から注意されていたが、まさか本当に現れるとは。全員腕利きさ。だからこそ申し訳ないんだけどね。な、白金の牽制。二の方、つくもはやて。バカな。いつの間に背後に。ああ、最初からだよ。朝から待ちくたびれちゃったけど、不意打ちしちゃってごめん。あんまり時間を無駄にできなくてさ。また機会があれば合同訓練とかで尋常に手合わせをお願いするよ。ふざけるな。さてと、それじゃ降りようか。降りようかじゃねえよ。噂には聞いてたけど、とんでもなさすぎない？さすがにびっくりです。ツッコミどころありすぎだろ。しかも朝から待ってたのかよ。っていうかあんた、イカルガとして大統領府に協力してたんじゃないの？てっきりロンライ方面の守りを固めているものと思ったが。確かお師匠様もそちらに向かっているのよね。回転の地で改めてリーンとし合ってもよかったんだけど、ユン先生との久々の対面を邪魔するのもどうかなって思ってさ。副長代理を黒金に押しつ、任せられたし遠慮したってわけ。何より運命の時が迫りつつある中、君たちの方に付き合いたかったんだ。イカルガとしてより、牽制としてより、裏解決屋の臨時バイトでありたいってね。あなた、シズナ様もでしたか。背景含めて気になりはするが、そこまで見込まれてんなら仕方ねえ。よろしく頼む。それと道すがら、知ってることは一通り話してもらうぜ。心得た。あれ、意外と早かったか。いたぞ、ハーキュリーズが。どこから侵入を。陽動もバレたみたいだね。いえ、ここまで稼げたら十分すぎるかと。ええ、それにルネの指示が効いているのかもしれないわ。緊急時の対応マニュアルは奴のお箱だったしな。でも微妙にまずいわね。レンドはともかく、数で来られたら。なら残念だけど、私が残って足止めを。その必要はないよ。おい、まさか 4SPG の依頼料はここへの侵入で返せたと思うけど、最後に足止めくらいは
おまけで引き受けてあげるよ。おのれ、絶対に行かせるな。ですがあの影は、そもそもあんな子供に発砲しても。私を誰だと思ってるの？いいからとっとと行きなって。あんたたちが行ったら私も離脱させてもらうから。あの人の誕生日会やるんでしょ？わかった、無理はすんじゃねえぞ。どうか気をつけて、ヨルダさん。お誕生日会絶対に参加してくださいね。ミスミス行かせるとは。こうなれば素手で拘束してでも。改めて、結社見喰らう蛇、執行者ナンバー 20B 影はみ、臨時バイトの延長であなたたちを足止めさせてもらうよ。それじゃあお前にも宇宙計画の真の狙いまではわからないんだな。うん、私たちが知っているのは真の名前がレーバテイン計画であるということ。そしてエルメス、エミリア少佐と新型 AF エクスキャリバーが鍵を握ることくらいかな。宇宙空間のような無重力下における空間戦で史上最強の戦闘継戦能力を備える意味において、エミリア少佐が新型 AF で今日打ち上げられることは知っていたけど。ああ、帝国の牽制とアームブラスト相手に手合わせまでして仕上げやがったようだが、その戦闘継戦能力を一体どんな相手に使うかですね。 MK 社が運用していた衛星プロメテウス2は大気圏内ギリギリの超低軌道上での運用でした。5月に打ち上げられたプロメテウス4で初めて大気圏外の宇宙空間に到達しましたが、察するにそこから入っている情報は何らかの形で隠蔽いや偽装されているのだな。大統領府と航空宇宙軍が総力を挙げて用意した史上最強の剣を振るう相手の存在について。レーバテイン、おとぎ話にある剣の名前から取ったみたいだけど。エクスキャリバーも同じね。そのような名前をつけてまで対処しなくてはならないほどの何かが宇宙に存在する。エレネイア親方たちはどこまで。うん、状況とスペックしか知らないのか。全ての概要を知っている技術者はヤンニークロンカイト教授ただ一人。うん、そうみたいだね。それと一応君のおばあちゃんもじゃない。いろいろと反則な方法で動いていたみたいだし。まあいい、尋常な相手じゃねえんだろうが、まずはアニエスの解放、次に奪われたゲネシスだ。ちなみにシズナ、お前がエルメスに戦術指南をつけたのは分かったが、史上最強の戦力っていうなら他のやつも噛んでるんじゃねえのか。現状あの剣戦を除いて唯一お前に匹敵するかもしれねえあの男が。それってもしかして。なるほど、考えてみれば当然でしょうか。着いたね。それじゃ答え合わせといこうか。すごいです。こんな場所を作ってたなんて。
それこそ宇宙空間で想定している脅威に対抗するための場所かしら。なるほど。各地の師団や飛行艦隊を演習の名目で備えさせてんのも同じってか。ええ、そしておそらくこの場所も含め我が社の全リソースを集中しているのも。こいつらは MK の武者型マシナリーの一種。それにミラベルさんや GM の人が使ってた動力ドローン。警告します。これより先は機密区画となります。問い合わせはマルドゥック総合警備保障まで。それでは強制排除を開始します。来るぞお前ら。適宜シャード展開を行うがいい。ザコ発見って。さあ大きく始めるか。何でもいける。ほら行けるか。この様子じゃ MK の精鋭たちも来ていそうだね。ひょっとしなくてもさっき話に出た最強ドナモかな。この施設の重要度を考えるとその可能性は否定できないかと。それとま、あの GM も含めて警戒しておいて損はねえだろ。 CID 方面はルネがいるのはまず確実だろうが。ええ、大統領がこちらに詰めているのならなおさらでしょう。他にいるとすれば別のハーキュリーズ部隊かアルファ部隊じゃなくても守りに入られたらかなり手こずるかもしれないわね。さっきの武者型やドローン同様新型マシナリーがいるかもしれない。どのくらいの広さかわからないけど改めて気合を入れないとね。そんじゃあ改めてとっつかまった小娘を迎えに行くか。はい、アニエスさんが抱えているものを分かち合うためにも。うん、それは間違いなくお主らにしか成し得ぬことであろう。そうね、現在12時15分。発射まであまり時間はなさそうだけど。状況次第じゃそっちはスルーだ。まずは確実にアニエスを見つけ出すぞ。ああ、よし、ここからは正義なしだぜ。これで万全ですね。これで万全ですね。